楽器楽器製作所は、静岡県浜松市中区に本社を置く楽器メーカー。1953年2月、河合楽器製作所を退社した鈴木万次によって、個人創業、翌年に会社組織に改組され、現在に至っている。小学校や幼稚園を対象にした音楽教育向けの教育楽器を主体にしており、鍵盤ハーモニカ、メロディオン、鍵盤水槽部へ、 なんです。ハーモニカ、リコーダー、オルガンなどのほか、大人向けの楽器として対象ことなどを生産、販売している。また、グループ会社の鈴木教育ソフトでは、学校向けパソコンソフトを開発、販売している。世界的な名オルガンの一つである、ハモンドオルガンや、レスリースピーカーの商標権と製造権を保持し、ハモンド鈴木 USA、インクと連携して、世界市場向けに、 ハモンド製品とレスリー製品の製造、販売を行っている。また、グループ企業のスズキミュージック USA 及びスズキヨーロッパリミテッドは、スズキブランドのデジタルピアノを販売している。自動車メーカーのスズキと同様に浜松市に本社を置き、スズキ、スズキのブランドを使用するが、同社とは、資本、人材を含めて一切の関連を持っていない。また、名古屋市にある、 鈴木バイオリン製造とも無関係である。旧コードは2008年に国内販売終了となった同社の電子楽器製品の一つ。オートハープのようにコードボタンを押さえ、ストラムプレートを書き鳴らすことにより演奏をする。オムニコードの最終モデルであり、ミディをサポートし、ソングカートリッジ機能を搭載している。海外では、クコード、アマニーコードという名称で、 販売継続され、一部で、根強い人気がある。日本の工業製品メーカー、日本の楽器メーカー、鈴木楽器製作所、ありがとうございます。